皆さんこんにちは、ミスター VR です。今回はこちらのホロレンズ2をご紹介しましょう。ホロレンズ2は MR デバイスというもので、これをつけて周囲を見渡すと空間上にいろいろなものを見ることができます。VR とはこれまた違うものなんですけど、自宅で使ってみてこれかなりすごかったので、この凄さを皆さんに伝えたいなと思いました。ホロレンズ2は自分はこれまで過去に何度か VR の展示会や体験会などで触れたことがありました。しかし正直ホロレンズ2の凄さが全く理解できていませんでした。体験してもあれなんか空中に浮いてるなとか、それぐらいでしか感じることができませんでした。今回ホロレンズ2が手元にあるのはVR アカデミーで動画制作の依頼があって、それでお借りいただいています。ホロレンズ2の基本的な使い方から活用事例を解説した動画を VR アカデミーの方でアップしていますので、ホロレンズ2についてあまりわからない方はそちらの動画を見ていただきたいと思います。それでホロレンズ2に存分に触れられる機会があったわけなんですけど、そこでようやくホロレンズ2の凄さを理解することができました。 VR を体験して感動した時と近い感覚になりましたね。なぜようやく MR の凄さが理解できたのか考えてみたんですが、これまで体験していた場所は展示会というその場所自体が非日常の空間だったので、そこに MR があっても臨場感を感じにくかったのかと思いました。やはりいつもいる自宅に MR 表示されたコンテンツが出てくると、より一層凄さが伝わってきました。慣れ親しんだ空間にメニュー画面や浮いているウィンドウがあると本当に驚きます。まさしく現実が拡張されているという感覚になりました。操作に慣れるまで少し時間がかかるんですけど、慣れていない間は臨場感を感じにくいと思いました。自分の思い通りに操作できるようになると、より臨場感を感じることができます。 VR でも操作に慣れてきて、こんなこともできるのかと感覚をつかんで、仮想空間に徐々に没入していくことでVR に感動していたことを思い出しましたね。ホロレンズ2は2019年に発売されたので、それからだいぶ時間が経ってしまっているんですけど、それまでこの凄さに気づけなかったことを後悔しています。将来絶対に MR は広まっていくのではないかと思うほどなので、今回その辺の魅力もより詳しく伝えていきます。ホロレンズ2のすごいポイントは MR 複合現実であるということです。このあたりの基本的なことは VR アカデミーの動画でも説明していますが、ここは重要だと思うので軽く触れておきます。 MR に似た言葉に AR というものがありますよね。自分は正直 AR と MR の違いをはっきり理解できていませんでしたが、実は明確な違いがありました。 AR は現実空間上にデジタルコンテンツを表示させるだけなんですけど、 MR はデジタルコンテンツを表示させることができて、さらにそれに触れたり操作することができます。それなら AR より操作できる分 MR の方がすごいってことなのかと、まさにそういうことのようです。 AR がより進化したものが MR というわけです。 AR のように空間上にコンテンツを表示させるだけでも、大画面でディスプレイ表示させたりすることができるので便利といえば便利なんですが、 MR はそれを操作できるわけなので、その分便利でコンテンツと現実空間がより融合しているように感じることができます。ただ MR より AR の方が言葉として浸透しているのもあるので、あまり区別して使われていないこともあると思いますので、あまり言葉にとらわれないようにしましょう。ホロレンズ2でいろいろと遊んでみます。ホロレンズ2には Windows 10が内蔵されているので、本体単体でいろいろなアプリを起動することができます。こちらはブラウザを操作している様子です。空間上にブラウザを何個でも自由な場所に配置することができます。操作はハンドトラッキングが機能しているので、指で画面をタッチして行うことができます。もちろん現実世界も見えているので、スマホをいじりながらブラウザを眺めることもできます。ブラウザを壁にくっつけて配置するとホームシアターのような形にもなりますね。時には台の上に置いてフォトフレームのようにしたり、活用方法はいくらでも思いつきそうです。ブラウザを空間上で操作できるというだけでも MR の凄さがわかるのではないでしょうか。こちらはグラフィティ 3D という空間上に絵を描くことができるアプリです。今回はペットのハムスターの部屋を描いて遊んでみました。
動画で見ると前後関係がずれたり位置が微妙にずれたりするんですけど、ホロレンズ2を通して見るとちゃんと綺麗に見えます。これがそのまま何かに活用できるかは分かりませんが、例えばこれで文字を書いたりすれば現実世界にメモを残せるアプリとして活用できるかもしれません。これはキピーズエスケープというパズルゲームです。ギミックを動かしてロボットをゴールへ導きます。 MR のゲームは他にもロボットレイドというものもあって、それは VR アカデミーの動画でも詳しく触れているんですが、ロボットレイドは唯一 MR で遊んでこそ意味のあるゲームだと思いましたが、このキピーズエスケープはそこまで MR で遊ぶことの優位性はなさそうだなと思いました。ハンドトラッキングで操作するので、自分の手で操作しているという感覚がよくわかることぐらいかなと思いました。ホロレンズ2のレンズの部分を手で覆ってみると、VR とほぼ同じ状態になりますが、その方がむしろグラフィックがはっきり見えて遊びやすいと思うぐらいです。またハンドトラッキングでは若干操作が難しいです。やはりゲームは現実世界の視界を遮断して完全にゲームの世界に入り込んでプレイしたいので、ゲームをプレイするんだったら VR の方が相性がいいと思いました。これも面白かったので少し紹介しておきます。ミクシドリアリティツールキットというものです。クエスト2の AR 機能を紹介した動画でも少し紹介しました。オブジェクトをいじっているところなんですが、このようにちゃんと現実世界の床を認識してその場にオブジェクトが留まっています。クエスト2の場合は床を認識していないので、物を落とすと永遠に下に落ち続けていました。また床だけでなく周囲のものを全て認識しているので、ソファーからコロンと落ちるのも確認できると思います。このように周囲の環境をマッピングしてデジタルコンテンツが表示されてこそ本当の複合現実体験ができると思いました。こちらがホロレンズ2をいじっていて一番面白かったと思ったものなんですけど、 3D ビュアという 3D モデルを表示させるアプリです。デフォルトでいろいろなモデルが入っていて、ブラウザの時と同じように大きさや位置も自由に表示させることができます。動物を表示させればペットがいるようなことも表現できますし、家具を配置して部屋の中を豪華にしたり、残念ながらデフォルトでは入っていなかったんですけど、セクシーなお姉さんのモデルを表示させればまさにAR が実現できますよね。多分 3D モデルのファイルを取り込めば好きな 3D モデルを表示させることができるんだと思うんですけど、 3D モデルの探し方がよくわからなかったので断念しました。デフォルトのモデルを表示させていじくり回しているだけでも本当にその場にあるように見えてくるので楽しいです。大きくするとかなり迫力があります。ホロレンズ2の電源を落としても同じ空間であれば再認識されるので、前回開いておいたブラウザや 3D モデルはまた同じ位置に復元されます。この状態で繰り返し使っていたらホロレンズ2をかぶればもう一つの架空のものが置かれた世界に飛び込めるというなんとも不思議な感覚になってきます。 VR の仮想世界に行けるという感覚とはまた違った感覚なので面白いです。 VR はゲームかアートの活用がメインに思いつきますが、 MR は日常生活をより便利にしたりビジネスへの活用がメインという感じがしますね。 VR はゲーム機の位置づけで、 MR はスマホの位置づけという感じでしょうか。今は VR の方が世の中に浸透していますが、スマホレベルに普及するのは AR、MR なのではないかと思いました。 MR の方が現実世界が見えている分とっつきやすくて万人に受け入れやすそうです。もちろん VR もすごいですが、 MR はまた違う凄さがありますし、それぞれ得意分野があります。 VR と MR がシームレスに切り替えができるようなデバイスがあれば一番いいですよね。なんならこれすでにありますよね。自分が過去に紹介したリンクスの R1 とか、
あとアップルがまさに AR と VR の機能を備えたヘッドセットを開発していると噂されています。簡単に言えば AR の現実の視界を遮断すれば VR になるわけなので、将来的にはどちらも対応したデバイスがメインに普及していきそうですよね。何かコンテンツを作るのも VR より MR の方が手軽にできそうです。VR だと空間そのものを設計する必要があって、それがリアルでなければ没入感は下がってしまいます。まっさらな空間に、どこまでも続く空間にただ可愛いお姉さんがいるだけじゃつまらないですよね。空間を作り込むのはそれだけでもかなり大変です。 MR の場合は現実空間に 3D モデルがあればそれだけでも一応コンテンツになるので、VR に比べてコンテンツの制作は手軽に行うことができるのではないでしょうか。ここまでで HoloLens 2のポテンシャルを感じることができたと思いますが、使っていてデメリットに思ったことが主に3つありましたので紹介します。1つは視野角が狭いことです。HoloLens 2の対角視野角は約52度となっています。対角視野角なので水平視野角だとだいたい45度ぐらいのようです。HoloLens 2のレンズを通して見たときに水平に45度の範囲にしかコンテンツが見えないということです。これはクエスト2の視野角の約半分ぐらいになります。 MR では45度より外側は普通に現実世界が見えている状態なわけなので、視野がそれだけ狭くなっているというわけではないので、 VR の視野角とは若干意味合いが違うんですけど、コンテンツの見える範囲は少し狭いなと感じます。大きいモデルやブラウザを拡大表示して近づいてみると端の方が切れた状態で見えます。先日紹介したバリオの XR3 のようにヘッドセットの外側についているカメラを通して映し出す形だったら視野角は広くなるんですが、ヘッドセットのサイズが大きくなるなどのデメリットもあるので、そういう技術的な点はまだ発展の余地があると思います。2つ目は動作が重たいことです。アプリを開くのも若干もたつきますし、操作もワンテンポ遅れることがよくあります。一昔前のパソコンをいじっているような感覚です。アプリもたまに落ちてしまうことがありました。ハンドトラッキングの精度もあまりいいとは言えないので、操作に若干ストレスを感じることがあります。文字の入力もデフォルトではキーパッドをタップして入力するので、スマートではないですよね。VR でもそうなんですが、もっといい文字入力の UI が出てくれることを期待します。まあ音声入力が主流になるかもしれませんね。3つ目は対応アプリが少ないことです。今回の動画と VR アカデミーの動画でいくつかアプリを取り上げていましたが、目星アプリはこれでほとんど紹介しきっているぐらいです。 MR の凄さを体験するのは十分な感じなんですけど、日常生活で使い続けられるような革新的なアプリはまだないように思います。もともと企業向けにアプリを開発するのが前提だと思うので仕方がないんですが、 HoloLens 2すごいと思って個人でどうにか手に入れてもできることはかなり限られてくると思います。この他にも室内での使用は問題ありませんが、太陽光の下だとホログラムが薄れてかなり見えにくくなるなどの問題点があります。ただこれらの3つのデメリットはデバイスの問題なので、VR と同じようにとんでもないスピードで解決されていくのではないでしょうか。将来 MR が世の中に浸透してみんなが使うようになったらどんな世界になるのか一緒に考えてみてほしいんですけど、電車の中でみんな MR ヘッドセットを着用して今のスマホ代わりに使うようになっていたり、はたまたポケモンのようなキャラクターを表示させてペットのようにみんな連れ回ったりするかもしれません。洋服を MR 表示させて選んだ服を擬似的に着れることができれば、店舗に出向かなくても自分に合った服を選ぶことができます。そのようなことができればネットショッピングに革命が起きるかもしれません。また特定の人だけで複合現実の空間を共有できるようになったら面白いことになりそうです。例えば AR Yahoo というアプリをダウンロードした人が渋谷のスクランブル交差点に大きい猫の絵を描いたとすると、そのアプリをダウンロードした別の人がスクランブル交差点に行くと大きい猫の絵が見える、で他の AR Yahoo をダウンロードしていない人は見えないみたいな、一部の人同士だけで構築された複合現実がアプリごとに存在するみたいなことが起こりえそうですよね。そして今の LINE のような多くの人が共通して使うアプリが登場して一般化されるみたいな、
もしそうなったら、その空間では初めは無法地帯になりそうですよね。その辺に卑猥なものを置いたりとか、自分の名前とか友達の名前を書いてみたりとか、落書きをしてはいけないのと同じような感じで、その辺に安易にデジタルコンテンツを表示させてはいけませんみたいな感じでモラルが問われてきそうですよね。自分は真っ先にスクランブル交差点にデカデカと自分のチャンネル名書きますけどね。というのはまあ冗談にしても、そういったことが可能になってしまうので、その辺のルール整備が必要だと騒がれそうですよね。もし MR の世界で一番使われるプラットフォームとか作ったら、世界をこれ牛耳れるのではないでしょうか。世界の全ての場所を管理できるっていうことになるわけなので、いくらでも管理者が物を配置できるし、広告も配置しまくれますよね。この辺は自分の妄想に過ぎないんですけど、 MR でどんな世界が思い浮かぶか、皆さんの意見も聞かせてください。はい、ということで、ね、今回はやや抽象的な話だったんですけど、ホロレンズ2の基本的なことは VR アカデミーのチャンネルの動画を見れば理解できると思いますので、そちらもぜひご覧ください。 AR と MR のことはこれまでも何度か取り上げてきましたが、 NR Air も来ますし、もちろん VR がメインのチャンネルなんですけど、今後も AR、MR の分野の動画も上げていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価もお願いします。Twitter でも VR のことをつぶやいていますので、ぜひ概要欄からフォローの方をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画で。